チーズもう食べちゃってなかったんです、市販のは。これ我が家の、チーズです。ヨーグルトです。このヨーグルトここにあるの。あー危ない。あーまだできてない。ここに置いとくだけでできるのよ。冷蔵庫にプルプルになったら冷蔵庫入れるの。もうダメだな。もう一個あるの、いっぱいあるの作っとくの。だってヨーグルトで食べたでしょ。でもこれはチーズとしても食べるんです。我が家はチーズにするなら水切りする、水切りヨーグルトにします。わお、最近のラップはペロッペロね。経費節減でも何もない。これダメよ。すぐダメ。もスライスチーズと同じで、もラップもね、油っ気がなくなってね、ダメ。これ牛乳、こんなに硬くなった。これいい、いい状態だわ。この種菌は使えます。美味しく食べましょう。2個で種菌で作ります。これに、これに、ね、よいしょ。種菌はこれに2つ作りましょう。これは美味しいわ。こっちの種の方がいいわね。2つ作ってるんですよ。でいい状態の方をなるべくたくさんの方がいいな。なんかこうやって取る、ここだけポトンポトン、このぐらいかな。このぐらいで十分です。これで500g ずつ牛乳使えます。で残りはまあここ気になったら取った方がの、あれでね、で何ですかあれで。でこれは水切りヨーグルトにします。こんな感じになります。こんなほら水切りしてるの、水切りです。これで水切ってます。あまだ切ってるね。でこれをこのヨーグルトはこちらの中に入れます。あできるできないよ。これだけやって1,2のヨーグルトがほらチーズみたいになってるから、これカビさせたらさ、美味しいチーズになると思うよ。ほらチーズができました。はい、これをチーズ、これをねジガーモにつけて食べます。なかなかリッチでしょ。シンプルだけど、シンプルイズベストリッチ、我が家のヨーグルトです。